地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は2011年に起きた岡山元同僚女性強姦バラバラ殺人事件について見ていきたいと思います。岡山元同僚女性バラバラ殺人事件とは、2011年9月30日に発生した強盗強姦殺人死体損壊遺棄事件です。被害者である A さんと犯人である住田光一は同じく株式会社シンフォームで働いていました。しかし住田は正社員として総務でシステム管理の仕事をしており、庶務課で働く派遣社員の加藤さんとは接点がなく、二人は顔見知り程度の関係でした。つまり住田は加藤さんに何の恨みも持っていなかったのです。住田が犯行に及んだ動機は、付き合っていた彼女とうまくいかずに別れることになり、その元カノが別の男と結婚したためイライラしていたという理解しがたいものでした。恋人に振られた住田はその苛立ちを解消するために、以前勤めていた会社の元同僚から好みのタイプをピックアップし、その中の誰かをレイプしようと考えたといいます。そして住田がターゲットとして選んだ3人の元同僚の1人が被害者である A さんだったのです。住田は裁判中に A さんを狙った理由について、細身で胸が小さくなくて顔が可愛くて好みだった、特に加藤さんは可愛いだけでなく親切で、狙った3人の中でも一番自分に優しくしてくれた、などと供述していました。住田光一は事件を起こす10日前の9月20日付で新フォームを辞めており、事件時には無職でした。社員証を返却するという理由で9月30日に元勤務先を訪れた住田は、あらかじめ強姦のターゲットにしていた3人の誰かに話しかける機会を伺っていたとされます。そして偶然会社から一人で出てきた A さんを発見し、確認してほしいものがあるのですが少しいいですか、などと声をかけて倉庫に誘い出したのです。 A さんと住田は別のフロアで勤務していましたが、書類のやり取りや事務連絡等で顔を合わせる機会はあったといいます。そのため A さんも住田のことは同じ会社の人と認識しており、疑いなく倉庫について行ってしまいました。しかし倉庫に入ると住田は豹変し、背後から A さんを殴りつけ、ひるませてから用意していた手錠で拘束して彼女を強姦しました。そしてその後、誰にも言わないから命だけはと懇願する A さんの胸にバタフライナイフを10回以上も突き刺して殺害を図りました。胸部を滅多刺しにしても A さんに息があったことから、最終的に住田は彼女の首をかき切って殺害したとされます。さらに住田は A さんの所持していたバッグと財布の中にあった現金2万4000円を盗み、彼女の遺体を自分の車に積んで会社を後にしました。その後、A さんの遺体を車に乗せたまま、住田は大阪市住吉区沢の町にある実家に向かいました。実家には両親と妹が住んでいましたが、家族には岡山本社から大阪に転勤になったなどと嘘をついて、退職後は会社近くに借りていたマンションを引き払い、実家に移り住んでいたといいます。事件を起こす前から住田は実家の近くにガレージを借りており、帰宅した住田はそこに車を止めると A さんの遺体を下ろし、証拠隠滅のために毎日少しずつ遺体を解体していったのです。住田はガレージ内で A さんの遺体を5つに切断し、肋骨は素手で細かく折り、そこからできる限り細かくしてゴミ袋に詰めて家庭ゴミとしてゴミステーションに捨てました。そして捨てきれなかった肉片は大和大橋の上から大和川に投げ込んだとされます。 A さんの両親は娘が前日に出勤したきり帰宅しないことを心配し、事件翌日の10月1日に警察に捜索願いを出しました。届け出を受けて警察が新ホームの防犯カメラを調べたところ、退職したはずの住田が A さんと歩いている映像が確認され、警察は住田に任意同行を求めます。10月6日に住田は逮捕され、翌日の7日には自供をもとに住田が借りていたガレージに捜査が入り、犯行に使った凶器や解体に使ったノコギリ、A さんの衣服、血痕、遺体の一部が発見されたのです。警察は発見された遺体の一部を DNA 鑑定にかけ、
遺体は A さんのもので間違いないと判明しました。この結果を受けて10月27日に岡山地検は殺人及び死体遺棄、損壊などの罪で住田を起訴しました。その後、2012年4月17日には住田が元勤務先の会社から備品などを盗んでいたことが発覚し、窃盗罪で再逮捕されました。さらに、住田の供述から A さんへの性的暴行が明らかになったため、2012年5月25日に殺人から強盗殺人、強盗強姦罪に訴因変更されました。その後、岡山元同僚女性バラバラ殺人事件の初公判は裁判員裁判として2013年2月5日に岡山地裁で開かれました。公判で住田光一は起訴内容とともに、もともと強姦だけではなく殺害まで計画しており、犯行前から準備をしていたことも認めました。住田の自宅には犯行の計画を記したメモがあり、最初は実家に移り住む前に借りていたマンションの住民の中からターゲットの女性を選ぼうとしていたことも明らかになっています。また、初公判で住田は、誰にも言わないからと命乞いをされたにもかかわらず A さんを殺害したことについて、殺すのをやめようとは思わなかったと話し、被害者や遺族に思うことはないのかという検察官の質問に対しても、かわいそうだとは思わないと供述しています。2月6日に開かれた2回目の公判では、殺人という犯罪について検察官に質問され、目的達成のためなら、殺人は是認されるべき、犯罪者は殺されて当然などと持論を展開しました。さらに、犯罪者は殺されて当然という点は、何の罪もない A さんを殺した自分にも当てはまるのではないのか、と検察官に尋ねられた住田は、自分だけは特別なので許されると30歳にもなる大人の発言とは思えない稚拙な回答をしています。このように全く反省を見せなかった住田ですが、2月7日に行われた第3回公判では態度を一変させ、本当は謝りたかった、死刑になりたくてわざとひどいことを言ったけれど両親を残して死ねないなどと涙ながらに語り、A さんの両親に謝罪がしたいと言い出しました。しかし、これに対して検察側の席に座っていた A さんの父は、私たちに謝罪してどうなるというのか、謝る相手が違う、と一蹴しました。A さんの父は、あの謝罪は本心ではなく演技だ。最初から、どこかで態度を変えて裁判員の同情を誘おうと思っていたのだろう。人の皮をかぶった悪魔だ。最高刑を希望しますと、ますます態度を硬化させました。さらに、A さんの弟も証人尋問で、懲役刑になれば、いずれは元犯罪者になれます。しかし、姉は帰ってこない。私たちは一生、姉を犯罪で亡くした遺族として生きていく。被害者の家族が元遺族になれる日は来ないんです、と、悲壮な訴えをしました。前日の公判で住田は反省をしているかのような態度を見せましたが、2月8日の論告求刑で検察側は死刑を求めました。この事件では被害者は1人、住田に前科はなく、事件当時の年齢は29歳とまだ更生が見込める若さでした。しかしながら検察は、それを考慮しても死刑相当の凶悪犯罪だと判断しました。この求刑に対して弁護側は、犯行に計画性があったといっても稚拙な内容であり、被告には前科もない、被害者の数も1人である、と反論しました。しかし、2013年2月14日の第一審判決公判で、岡山地裁は検察の求刑通り、住田光一に死刑判決を下しました。死刑を決定した理由について、被害者が1人であっても結果は重大。性的欲求不満を解消するためという動機は極めて自己中心的で、犯行は残虐、公判途中での謝罪は被害者心情を思ってのものと認められない、と説明されました。被告に前科がなく被害者が1人で死刑が適用されたのは、この岡山元同僚女性殺人事件が初めてでした。裁判に参加した裁判員のうち6名は判決後の会見に出席し、一般的な市民感情として、極刑もやむなしと判断した。確かに被告は謝罪をしていたが、なぜ突然、という疑問が残った。本当に反省しているのなら、
最初から遺族に頭を下げているはずではないかと思い、心に響かなかったと死刑求刑を指示した理由について話していました。死刑判決が下された後、住田光一の弁護士は判決を不服として即日控訴しましたが、住田本人によって取り下げられました。住田の死刑は刑が確定してから約4年4ヶ月が経った2017年7月13日に収監先の広島拘置所で行われたとされます。死刑前の最後の言葉などは公開されていませんが、死刑が確定した後、2013年5月29日に住田は弁護人を通して加藤さんの命を奪っておきながら自分が生きていることに罪悪感がありますなどと判決後の心境を記した文章を発表しています。